妊婦だからって家事サボるな、このダメ嫁。また何か始まった。毎日家でゴロゴロしやがって。家事はお前の仕事だろ。洗濯と掃除は抜かりなくやってるけど。飯が手抜きだ。仕方ないでしょ。ご飯作ろうにも匂いを嗅いだだけで吐き気がするんだから。言い訳すんな。でも医者が言うには、私はつわりが重い方らしいの。少しは気使ってよ。つわりは病気じゃないんだから、それを理由に家事をサボるのはただの怠慢だろ。ならせめてお昼はコンビニで済ませてくれない？朝早く起きてお弁当を作るの大変なの。コンビニ弁当とかふざけんな。じゃあお昼ご飯なしね。空腹で仕事になんねえよ。私は吐いてばかりで常に空腹状態よ。食べれるだけいいじゃない。知るか。俺は毎日仕事で忙しいのに、お前はニート生活炎上しやがって。こんなの不公平だ。私は産休中なだけで働いてないわけじゃない。でも会社に行ってないんだから、実際ニートみたいなもんだろ。へりくつばっかりで話にならない。だいたいな、お前は嫁というものが何なのか理解してない。はい。女に家と書いて嫁と読む。すなわち女が家のことをするのは世の定めなんだよ。少し前から思ってたけど、そのセリフって誰の受け売り？地味にストレスなんだけど。俺が尊敬している人のありがたいお言葉だ。迷惑な話ね。とにかくそんなにぐーたらばっかしてると、ママに言いつけてやるからな。え、ママ？ハルトって普段は母さんって呼んでたよね。なんだよ、何かおかしいか？直球ストレートに聞くけど、ハルトって実はマザコン？なわけないだろ、誰がマザコンだよ。そう、なんか引っかかるけど、まあいいか。で、どうなんだよ、お前のぐーたらっぷりをママに言いつけられてもいいのか？言いたきゃ言えばいいじゃない。働き者のママが聞いたらきっとカンカンに怒るぞ。私は元からお母さんとはうまくいってないし、溝がさらに深まるだけでしょ。やっぱりお前ってやつはママの足元にも及ばないな。その根拠は？この間ママが言ってた、つわりは病気じゃない。自分は妊娠してる時も家事を怠ったことはないってな。へえ、それはご立派なこと。お前もママを見習え。はいはい。それとお前に言っておきたいことが3つある。まだ何かあるの？1つ、これからは俺が絶対的存在だ。はい。今までは気の強いお前に従ってきたけど、それはもう終わりだ。男尊女卑ってやつだな。考え振る。2つ、お前が作った手抜き弁当は実は今まで捨てていた。は？あんなものは食べる価値に値しない。最低。3つ、子供の教育資金として貯めてた100万全部使った。え？2人で頑張って貯めた貯金を一体何に使ったのよ？キャバクラという名の酒代。女の子のいるお店に一度も行ったことのないハルトが？男ならそういう経験をしておくべきだろう。意味不明。で、以上が言っておきたいこと？あと最後にもう1つ。3つじゃないじゃん。家事をサボり続けるなら俺はお前と別れる。離婚ってこと？そうだ、俺は母さんと2人で生きてきたから、シングルマザーの大変さを知ってる。母親一人での子育てはきついだろうな。これから子供も生まれるのに離婚だなんて。大丈夫だ、俺に従っていればそうはならない。ハルトは考えを改めるつもりはないの？ない。お前が考えを改めろ。そうすればママとの関係もうまくいくんじゃないか？そういう問題じゃないと思うけど。とにかく俺はママの味方だし、ママもいつだって俺の味方になってくれることを忘れるなよ。はいはい。離婚されたくなければ俺の命令に従え。すべてお前次第ってことを忘れんな。具体的に何をすればいいわけ？手始めに毎日ちゃんとした弁当を作れ。明日の昼楽しみにしてる。私はナミ、29歳で1ヶ月後に出産を控えた妊婦です。夫のハルトは5つ年下で、ちょっと頼りないところがある一方、私は気が強い方で、決めたことは即行動しないと気が済まない性格です。
なので、ハルトと結婚するときも、幸せにするから結婚してと逆プロポーズしました。ハルトは、ああ見えて根は真面目な方で、結婚後は私が姉さん女房となって、割と家庭はうまくいっていました。ですが、ある日を境に、突然ハルトが横柄な態度を取り始め、それからはなんとなく、夫婦間に亀裂を感じています。おそらく義母の、つわりは病気じゃないという言葉に感化され、便乗しているのでしょう。このままでは義母のせいで夫婦関係がダメになってしまう。そう思った私は、今まで折り合いのつかなかった義母と腹を割って話そうと決意しました。そして、夫のマザコン疑惑と義母が私を毛嫌いする理由をはっきりさせるため、めったにしない LINE をすることにしたのです。数分後。お母さん、今日という今日は白黒はっきりつけましょう。私もそろそろ連絡しようと思ってたわ。ナミさんに言いたいことがあってね。そうでしたか。では、まずお母さんの話から伺います。もうじき出産だけど、準備や体調は万全なの？え？あ、まあ、ぼちぼち。そんなんじゃダメよ。お産は何が起こるかわからないんだから、万一に備えないと。お気遣いありがとうございます。でも、心配しているふりは結構です。ふりじゃないわ、本心よ。お母さんが私を嫌ってることは知ってます。なので、嫁を気遣ういい姑を演じるのは、やめてください。私が、ナミさんを嫌ってるですって？つわりは病気じゃない、そうハルトに言ったそうですね。毎日吐き気に苦しむ私への侮辱としか思えません。ちょっと待って、ナミさん、つわりがひどいの？妊娠が分かってからずっと重いつわりが続いてます。家のどこへ行くにも、ゴミ箱を持ちながら移動するほど。症状が重いのね。そんな話、ハルトから聞いてないわ。でも、つわりは病気じゃないそうですね。いくら私が嫌いだからって、あんまりな言葉じゃないですか？はあ、なんだか、いろいろ誤解しているみたいね。まず、つわりの話には続きがあるわ。というと？厳密に言うと、確かにつわりは病気じゃない。けど、症状が重ければ入院して治療を受けることだってある。だから、つわりを甘く見ないで、ナミさんを大事にねってハルトに言ったのよ。そうだったんですか？それとね、私は別にナミさんを嫌ってなんかないわ。むしろ、ナミさんが私を毛嫌いしてるんでしょ？え？ハルトから聞いてるわ。ナミさんが私に苦手意識を持ってるって。それはお母さんが私のことを嫌ってるってハルトが言うから。私はそんなこと言った覚えはないし、思ったこともないわ。むしろ娘ができたようで嬉しいんだから。でも、しばらく連絡もくれなかったじゃないですか。それって私のことなんか気にも留めてないってことでは？嫌いな人から連絡が来たらストレスになると思ったのよ。妊婦さんに無駄な苦労はかけさせられないわ。ひょっとして私たち誤解し合っていただけでしょうか？ハルトの言葉を鵜呑みにして翻弄されていたんだわ。ですね。思い返してみれば、ナミさんと直接喧嘩になったこともないわね。今更ですけど、お母さんとわだかまりが消えてよかったです。私もよ、もっと早くにこうして話をするべきだったわね。でも、ハルトはどうして私たちに嘘をついたのかしら？さあ、5年も夫婦やってますけど、見当もつきません。私なんか24年も母親やってるのに、わからないわ。お母さんとこんな風に話をしてるなんて、なんだか不思議です。本当ね。これからは遠慮なく私を頼ってちょうだい。あなたは私の娘も同然なんだから。ありがとうございます。では、早速ご相談が。何？実は少し前からハルトの様子が変わったんです。どんな風に？今までは優しかったのに、急に亭主関白気味になって。いくらつわりが辛くても、家事を手抜きするなってうるさいんです。なんですって？洗濯と掃除はちゃんとしてます。でも食事の用意は、匂いを嗅ぐと吐き気がするので大変で。それでも、お弁当は手を抜くなと。信じられない。
しかも家事を完璧にしないなら離婚するとまで言われています。もうすぐ子供が生まれるのに離婚ですって？でも私は別れたいとは思ってません。きっとハルトの態度が変わったのも何か理由があると思うんです。まさかそんなことになってたなんて。何も気づいてあげられなくてごめんなさいね。お母さんのせいじゃありません。私たちの問題ですから。他に変わったことはある？そういえばお母さんのことをママと呼んでいました。本人は否定していましたが、ハルトって実はマザコンなんですか？24歳にもなってママ？私の前では母さんって呼んでるわよ。急にママだなんて言い出したので私もちょっと驚いちゃって、念のため聞いてみたかったんです。一体何があったのかしら。これは本人に直接問いただすしかないですね。同感だわ。でもその前にハルトにはナミさんを苦しめた罰が必要ね。え？私にいいアイディアがあるの。ナミさんも協力してちょうだい。いいですけど何をするつもりですか？それは明日のお楽しみよ。翌日。お前早速家事に手を抜いたな。冷蔵庫にコンビニ弁当があったぞ。だからあんなものを弁当代わりにするなんてふざけんな。おかげで今日の昼は外食だよ。何か勘違いしてない？その弁当私にお母さんが買ってきてくれたの。え、ママがお前に？少しでいいから気分がいい時に食べなさいってね。ちなみにハルトのお弁当はカバンに入れてたはずだけど。あ、本当だってなんだよこれ。蓋を開けたら緑緑緑、葉っぱしかねえじゃん。意外と美味しそうだよね。なんだよこれは、説明しろ。左から順にモロヘイヤのおひたし、小松菜のナムル、よもぎの天ぷらにイチゴのヘタよ。説明って献立のことじゃねえよ。つか最後食いもんじゃないやつ入ってたよな。食べようと思えば食べられるよ。おいおいおい、おかずもやばいけど下段のご飯もどうなってんだよ。ちょっと趣向を凝らして白米と梅干しの比率を反対にしてみたの。知ってるぞ、逆日の丸弁当ってやつだろ。ちなみにその梅干しの消費期限は1年前だよ。冷蔵庫の奥底に眠ってたやつ。こんなもんゴミ箱行きだ。せっかくお母さんが作ってくれたのに捨てちゃうの？は？お母さんからの伝言、あんたは雑草でも食ってろってさ。いや、ちょっと待て、いつの間にママと仲良くなったんだ？昨日お母さんと和解したの。お互い嫌ってたと思ったら実はただの誤解だったみたいで。ま、その原因はハルトだけどね。俺？すっとぼけないでよ。言っておくけど私もお母さんも相当カンカンよ。だからってこんな嫌がらせ弁当みたいな真似すんなよ、この昭和女。嫌がらせ弁当はお母さんが考えたハルトへの制裁だけど。え、ママが？それだけじゃない。お母さんと結託してハルトを徹底的に教育し直すから覚悟しなさい。え？やってくれたわね、このバカ息子。ゲッ。ナミさんは妊婦なのよ。なのに家事に手を抜くなとかひどい扱いをしてたそうじゃない。そんなつもりはないんだよ。ただナミがろくに家事もしないで寝てばかりいるから。座りが重いんだから当然よ。ナミさんもだけど、お腹の子に何かあったら責任取れるの？でも座りは病気じゃないだろ。それに子供が生まれる前に立場をはっきりさせておきたかったんだ。は？家庭で一番強いのは男の俺であるべきだろ。女が主導権を握るなんて断固反対だ。何事も優柔不断なあんたが何言ってんのよ。そう、靴下すら私に選ばせるくせに。やだ、そうなの？はい、ちなみにパンツも私が選んでます。そんな話はどうでもいいだろ。ところでなんで男尊女卑なんて古臭い考えに至ったの？会社の先輩であり人生の先輩に、男は女より上であるべきだってアドバイスされたからだ。じゃあ私とお母さんがお互いに嫌ってると思った根拠は？それも先輩が嫁と姑は仲が悪いのが一般的だって言うから。は？先輩が言うんだから間違いない。
もしかしてキャバクラで豪遊したのもその先輩に言われてのこと？そうだ。キャバクラって？真面目さだけが取り柄のアルトが？先日キャバクラで100万も使ったんですよ。100万？しかも子供の教育資金で貯めていた貯金で豪遊したそうです。あんた何やってんのよ、ただのクズじゃない。いやでも既婚者の先輩が父親になる前にそういう経験をしておくべきだって。だからそんなこと言わないでよママ。やだ、本当に私をママだなんて呼んでるのね。先輩が自分の母親をそう呼んでるから真似してみた。昔から人に影響されやすい子だったけど、ここまでだったなんて。もう言葉も出ませんね。とにかく先輩の言う通りにすればナミとの家庭もうまくいく。どこがよ、その先輩に影響される前の方が家庭円満だったわ。よそはよそ、うちはうちよ。だいたいその先輩とやらの家庭がうまくいってるなんて思えないわね。同感です。そんな自己中男、そのうち奥さんに捨てられて離婚するとしか思えない。なんで？奥さんがよほど忍耐力のある人か、もしくは相当な物好きじゃなきゃ夫婦なんてやってられないわよ。私なら即離婚です。離婚？何驚いてるのよ。最初に離婚だの言い出したのはハルトでしょ。それは強気に言ってみただけで本心じゃない。本当に俺と別れるつもりなのか？それは今後のハルト次第ね。ごめん悪かった。俺はナミと別れるつもりはないんだ。ただ先輩が。ハルトの態度が急に変わった理由は分かった。じゃあ許してくれるのか？そうは言ってない。え？ここしばらく私はずっとハルトの言動に傷ついてきた。だからごめんの一言で済ますつもりはない。じゃあ俺は一体何をすれば？私に提案があるわ。何でしょう？無事に出産を終えるまでナミさんは私と暮らすのよ。ナミさんどうかしら？ハルトよりお母さんがそばにいてくれた方が安心できます。でも本当にいいんでしょうか？当然よ。じゃあお母さんのお言葉に甘えようと思います。ちょっと待て、家のことは誰がするんだよ。あんたに決まってるでしょ。家事の大変さを知るべきよ。全部自分でやってみることね。そんな家事なんて何をしたらいいのかもわからない。子供が生まれたら家事に手が回らなくなりそうだし、ハルトにとってはいい経験になるね。俺に拒否権はないのか？それと当分はお小遣いなしね。なんで？100万散財したんだからまた貯金が必要でしょ。だから100万貯まるまではお小遣いは全カットするから。はい。それとまたバカなことを言い出したら即離婚ね。それだけは勘弁してください。ハルトにはいい父親になってもらうために一から叩き直すから覚悟してね。これからは家事もやるし育児も手伝う。だから俺を捨てないで。ちょっと待って、育児を手伝うって何？え？あんただって親になるのよ。育児は二人でするものなんだから、それを忘れないでちょうだい。はい。私もお母さんも容赦しないから頑張ってね。反省の意味も込めて誠心誠意尽くします。後日談。それから家に一人ぼっちとなってしまったハルトは家事をすべてやるようになりました。はじめは失敗の連続でしたが、もともと真面目な性格だからか今では完璧みたいです。だけどハルトの変化はそれだけじゃありませんでした。いい父親になるべく生まれてくる子供のために育児の勉強を自主的に始めたんです。あんなに頼りない夫だったのにすっかり頼もしい存在になりました。とはいえ散財した100万が貯まるまでは相変わらずお小遣いは全カット中です。一方私は無事に子供も生まれ、ようやく母親になりました。そしてお母さんと一緒に暮らすうちにさらに仲が深まり、今は義実家に引っ越してみんなで生活を送っています。そういえばハルトに多大なる影響を与えたあの先輩ですが、やっぱり奥さんに捨てられて離婚したそうです。ハルトにとってそれが反面教師になったのか、家庭は以前よりもうまくいっています。もうじき
私は復職する予定です。仕事と育児の両立は大変ですが、お母さんの助けを借りながらハルトと一緒に幸せな家庭を築きたいと思います。